ジェイ・シルベスターはアメリカ合衆国の陸上競技選手、男子円盤投げの元世界記録保持者、1972年ミュンヘンオリンピックの銀メダリストである、ユタ州トレモントン出身。シルベスターは1960年代から1970年代にかけて活躍した選手で、同年代のライバルでオリンピック4連覇を果たしたある。 オーターの影に隠れてしまっているが、オーター界と同じ4回の世界新記録を出しており、もっと注目されても良い選手である。シルベスターは、1960年ローマオリンピックの派遣選手を決める代表選考試合で、ライバルのリンクバブカやオーターらに敗れ4位となり、惜しくも出場を逃している。しかし、翌年の1961年8月11日、 西ドイツのフランクフルトにおいて6 0ル5 6の投てで自身初の世界新記録とともに史上初の公認の6 0ルスローを達成した。そのわずか9日後、ベルギーのブリュッセルにおいて6 0ル7 2と自身の世界記録を更新している。その後も9月に6 4ル0 6という驚異的な記録を出したものの、 公認されることはなく、1962年にロンドンで6 0ル8 5を出した時には、すでにオーターが6 1ル1 0の世界記録を出していた後だった。1964年東京オリンピック出場を決める選考会では、シルベスターはオーターを下し1位でオリンピック初出場を決めた。オリンピックでは、 シルベスターは5投目に 59m09 を投げこの時点で3位に浮上した。一方、オーターは4位に転落した。しかし、オーターが直後に 61m00 とトップに立つ投てきで逆転。シルベスターは逆に4位に転落。そのまま、シルベスターの最終投てきもファールとなり、初めてのオリンピックで4位と惜しくもメダルに届かなかった。 1968年メキシコシティオリンピックが開催される年のシルベスターは好調であった。5月25日に6 6ル5 4の記録を出し、チェコスロバキアのルドビク・ダネクが持っていた世界記録を7年ぶりに打艦。オリンピック直前の9月18日には、ネバダ州のリノで6 8ル0 7 68メートル40と連続世界新記録を達成した。オリンピックでは、オーダーの前人未到の4連覇の偉業がかかっていたが、この年のオーダーとの直接対決はシルベスターが7戦して6勝しており、オリンピックでもシルベスターの方が下馬票が高かった。さて本番では、予選からシルベスターは63立方メートル4のオリンピック新記録を樹立。 好調を維持していた。ところが、決勝ではフォームを崩してしまい、6 1七7 8しか投げられず5位と惨敗してしまった。一方で、オーターは決勝で6 4七7 8と、シルベスターが予選で出したオリンピック記録を破り4、連覇の大偉業を達成した。オーター引退後の1972年、3回目のオリンピックとなったミュンヘンオリンピックでは、 六十三メートル五十の投てで五投目までトップに位置していた。しかし最終投てきで打熱が六十四メートル四十の投てでシルベスターを逆転。シルベスターは金メダルを逃してしまったものの銀メダルを獲得。初めての表彰台に立った。九百七十六年、シルベスターは最後のオリンピックとなったモントリオールオリンピックに4大会連続出場を 果たす。アメリカ選手では、マック・ウィルキンズや、ジョン・パウエルといった新しい勢力が台頭する中、8位に終わり、現役を引退した。シルベスターは、その後、ユタ州のブリガム・ヤング大学の教授となった。ありがとうございます。